い、どうも、くらちゃんです。じゃあ本日は戦闘の基礎ということで紹介していきたいと思います。初心者の方、戦闘が上手くなるにはどうしたらいいのか結構悩んでる人多いと思います。解説動画とか見ても全然わからない。何がダメで死んでいるのか、それすらもわからない。今回はそういった人たち向けに戦闘の基礎ということを紹介していきますので、とりあえず地盤をこの動画で固めてください。今回の動画のことができていないと、何か強いボスに行こう、その解説動画を見たとしても理解できないと思います。はい、というわけで今回の動画参考にして、皆さんぜひとも戦闘上手くなってください。早速やっていきましょう。はい、というわけで、まずは戦闘、何が大事なのか、そちらから解説していきたいと思います。この解説の後に実際にどのような感じでやればいいのか、そちらを実際にやっていきたいと思います。まず、戦闘で大事なことは壁、後出し攻撃、あとは情報、この3つです。この3つがなんとかなっていれば、戦闘というのはめちゃめちゃ快適にうまく立ち回れます。逆に、これ1つでも欠けているんであれば、戦闘がマジでグダグダになるんで、この壁、後出し攻撃、情報、この3つをマジで大事にしてください。1つ目の壁というのは当然壁をすること。前衛ならそういう意識をまず持つべき。壁をしないことで敵が暴れ回って、で、そのままターンがめちゃめちゃ回りまくって、何もできずに殺されてしまう。あとは後出し攻撃。これは敵の行動の後に攻撃すること。これができていないと、めちゃめちゃ範囲攻撃被弾しがちです。適当にベホマラー撃とうもんならなんかやばい変な技が来て避けられずに死んでしまうとか、前衛の人もとりあえず適当に攻撃しているだけであれば何かの範囲攻撃が来た時に避けられずにそのまま死んでしまう。そうなってくると後衛の人とか前衛の人はそのカバーで忙しくなってめちゃめちゃグダグダになりがち。あとは情報。これに関してはまあいろいろあるんですけども、例えば敵が何の行動をしてくるのか、で、あとは何の体勢を揃えればいいのか、どういう立ち回りをすればいいのか、どういう構成で行けばいいのか、そういうのが分かっていないと、戦闘というのはグダグダになってしまうので、やはりこの3つというのはめちゃめちゃ大事なものになってきます。よく新しいボスとかが来て、レベル1なのにもかかわらず上級者が苦戦してしまいがちなのが、情報が抜けているから、壁と後出し攻撃さえなんとかなっていても、情報が抜けているだけで戦闘がグダグダになるのはそういうこと。逆に後出し攻撃もできてる、情報も完璧、そういう人でも結構戦闘がグダグダになる、というのが壁ができていないからだったりするんですね。とにかくこの3つ、1つでも欠けていれば戦闘というのはうまくいかないので、必ず3つともいい感じに自分の中でしっかりと学んでください。というわけで1つずつどういう感じでやればいいのか実際にやっていきましょう。それでは実際にやっていきましょう。こちらのアトラス先生で今回は実践していきたいと思います。こちらのモンスターめちゃめちゃわかりやすい。このアトラス強なんですが、情報としてましてはこんな感じ。まず HP が 32,500 程度。通常攻撃、痛恨の一撃、大地の怒り、この3つしかやってこない。まあ今回非常にね解説しやすかったんで、まあこいつでやっていきたいと思います。で、ターンエンド行動が通常攻撃と大地の怒りなんですけども、ターンエンド行動というのは移動干渉、つまり壁と呼ばれるものを13から14秒ぐらいやると使ってくるのがターンエンド行動というわけですね。まあそういうわけで早速ね、どんな感じなのか、まずは壁から解説していきたいと思います。壁なんですが、後衛に向かってこう歩き出したりします。まあそういう時にこのまま、まあ、まっすぐこう下がるわけですが、ターンエンドまで引っ張り切るようにしてください。このまま歩いていくとなんか追いつかれちゃいそうじゃないですか。そういう場合には壁更新と呼ばれる。こんな感じに、まあ外側の人が内側に張り付く。そういう感じで壁更新と呼ばれるものをしてください。そうしないと直線で下がっていくとそのまま追いつかれちゃって下がった意味があまりなくなってしまいますから、ターンエンドまで引っ張り切るんだったらちゃんと後衛の人が下がりやすいように外側の人が内側に張り付いてあげるとか、まあそんな感じで壁をすると20丸です。後ろの人が引っ張りやすいようにという風な、そういう気遣いができるとまあいい前衛になれますね。敵にもよるんですけども、ターンエンドまではだいたい12秒とか13秒、長いものだと14秒ぐらいです。で、あとは誰がボスモンスターに狙われてるかっていうのがまあわかる一つの要因としては、このまず怒りを取ったというのは、これ怒りを取った人に向けて一直線にこいつ攻撃しだします。まあこいつは通常攻撃とかその辺しかしないので、ひたすら山田丸に向かって通常攻撃を連打していきます。はい、で、これまた後衛さんにねターゲットが行きました。このままだと追いつかれちゃうんで、さっき同様に壁にこう横にねこう張り付いてあげる、壁更新と呼ばれる技術。そうすることで、はい、こんな感じに切り返すことができました。
おかげでムリーちゃんは下がりやすくなりました。ターンエンドまで引っ張り切ったので、こいつのターンエンド行動通常攻撃が来ました。で、今なんとなくこう自分が見られてるの分かりました。で、この時はこう下がるね、前衛の人はまあ基本下がらなくていいんですけども、 HP 状況とかその辺を見ながら下がるといい感じで、更新してくれたんでこんな感じに下がりやすくなるといった感じです。ターンエンド行動が来たので、まあそのまま、まあ前に戻ってあげるといった感じで、またムリーちゃんがターゲットです。まあそしたらまあ攻撃とかその辺あるんですが、まあちょっと今ターンエンド早かったですね。で、これ今見られてるの分かります？で、これなんか振るとさ、これ見られてるでしょ。これ自分が要はターゲットってことなんで、まあこういうことで自分がターゲットなんだなっていうことが分かります。で、あとは何回もしつこいようなんですが、まあこれが大事なんで何回も言います。まあこんな感じに、あ、追いつかれちゃいそう、そういう時はまあこうやって外側にいる人が内側に入ってあげると、壁更新をしてあげる。まあ要はこの壁のやり方が非常にドラゴンクエスト10では大事です。で、あとは結構気をつけてほしいことなんですが、壁で下がるときにこんな感じに中央を横断するって言うんですけども、こんな感じに行かれてしまうと、これなんか凄まじい角度で更新しないといけなくなるわけじゃないですか。まあこんな感じに結構難しいんですよこれ。まあ90度ぐらいに更新しないといけなくなってしまうんで、基本的にはモンスターというのは外周にいさせるようにして、で自分たちは外周を回るイメージ、そうすると緩やかな更新の角度で進みます。まあ壁としてはこんな感じですかね。まあとにかくこうやって中央を横断する、まあこういうやり方をしなければ非常に壁更新とかやりやすくなると思うんで、まあとにかく前衛の人はしっかりと壁をすること、後衛の人はしっかりと下がること、敵によっては最後まで引っ張り切らない方がいいとか、まあそういうのもたまにあるんですけども、まあそれはちょっとまた別の話でモンスターごとに確かめてください。まあというわけでこちら、まずは一つ目、壁のやり方でした。で、次はですね、後出し攻撃、そちらを見ていきたいと思います。後出し攻撃は非常に簡単なことで、敵の行動の後に、はい、攻撃してきたんで攻撃するというこの繰り返しです。そのおかげで今大地の怒りを避けられたの分かると思います。これを適当に攻撃していると、大地の怒りとかが不意に来た時に避けられなくなってしまうんで、そこだけ注意で、タゲが後ろ行ってるんで更新してもろって、で、こいつがまあ移動干渉、つまり壁してる最中なんで、まあここはひたすら攻撃してもらって、で、怒りを引いてしまったんで、まあ自分が下がってとか、まあロスアタするなりして、まあこれは臨機応変に敵ごとにやりましょう。で、これでそろそろターンエンド行動が来ます。大地の怒りです。で、これで大地の怒りが来たので、まあここで行動したんで、ロストアタックを一発差し込む。で、これで敵が行動するまでまた待って、で、敵の攻撃の後に、はい、攻撃と、被せるように攻撃。で、また見て、こいつが何してくるかなと。で、そしたら、お、これは何をしてくるかな、通常攻撃なんで、また被せるように攻撃。という風な感じで。基本的には、こんな感じに、敵の行動の後に攻撃するというのが主流です。まあこいつの場合めちゃめちゃ素早さ遅いんで、まあちょっとなんかもっと攻撃できねみたいな感じに思うかもしれないけど、これが強い敵になってくればなるほど敵の行動感覚というのも早くなってくるんで、なおそれをしないと倒せなくなるということですね。適当に攻撃しているだけだと、まあこうやるじゃないですか。で、そうするとこの行動した本当に直後にアトラスが大地の怒りとかやってきたら、まあ避けられるっちゃ避けられるんですけど、結構避けにくいっすよね。ところが敵の行動の後に攻撃するということを徹底しているのであれば、アトラスが大地の怒りをしてきた、じゃあ避けてから攻撃しよう、そういった感じになることができます。まあなので、はい、攻撃してきた、そしたらハヤブサ切りで攻撃する、はい、また攻撃してきたんで攻撃する、で、また自分ターン貯めて、ちょっとこれ危ういなと思ったんで一回待って、で、敵の行動に被せるように攻撃。で、待って、あい、大地の怒り。そしたらこれ避けられる。待っていたから避けられる。で、行動してきたんで、またここにまた差し込める。で、結構あるあるなんですけども、後出し攻撃してるのに範囲攻撃に当たっちゃう。そういう人結構いるんですよ。まあ、そういう人らが、じゃあどういう後出し攻撃をしてるか、ちょっと見せていきたいと思います。まあ、ちょっとこのアトラス強じゃなかなか再現が難しいんですけども、じゃあアトラス強がこんな感じに、はい、攻撃してきました。そしたら、あ、攻撃してきた、あ、じゃあ攻撃遅いんですよ。これじゃ遅いんですよ。攻撃してきた直後に被せないと意味がないんで、まあ、なので後出し攻撃してるのにもかかわらず攻撃に当たってしまうという人は
単純に後出し攻撃の速度が遅いということになります。まあ、よく初心者さんに君後出し攻撃できてないよって言うと、いやしてますよって言うんだけど、どう見ててもなんか敵が行動してきてしばらく経ってから攻撃していると、もうそれすでに後出しじゃないんで、もうどっちかというと先出しになっている可能性があるんで、まあなので後出し攻撃というのは敵の行動の直後に攻撃するということなんで、そこの意識マジで忘れないようにしてください。何回も言うようだけど、この後出し攻撃ができていないと敵の範囲攻撃避けられなくなってしまうんで、ここはマジで徹底するようにしてください。まあ、というわけでこちら後出し攻撃でした。それでは最後は情報ということで、いろいろ情報あります。例えば敵が何の行動をしてくるとか、最初の壁の解説の時にアトラスの HP が 32,500 程度とか、通常攻撃と痛恨の一撃で、あとは大地の怒りをやってくる、それを分かっている、その状況で戦うのと、それが分からないで戦うだったら、当然後者の何も分からず戦ったのがめっちゃむずいに決まってるじゃないですか。であとは何の体勢が必要なのか、アトラスだったら転び体勢が必要、これが分かっていないとフラちゃんみたいに転び体勢をつけずに行ってしまって、でそれでワンチャン大地の怒りに当たって転んでしまって、そのまま何もできずに倒されてしまうとか、あとは立ち回り、これも分かっていないとマジで難しい。モンスターによって立ち回りっていろいろ変わってくるんで、今回の動画はあくまでも基礎なので、この動画のやり方が全部の敵に通用するわけではございません。例えばターンエンドを出さない方がいい敵がいたりとか、であとはちょっと壁のやり方が特殊だったりとか、他のモンスターよりちょっと仕様が違うモンスターがいたりとか、まあそういう感じなんで、 YouTube の動画とかを見て、このボスの立ち回りはどうやるのが最適なんだ、まあそういうのをしっかりとチェックした上でやらないと、マジで上級者でもグダグダになるんで、ここの立ち回りを確認するというのはマジで大事なこと。あとは構成、レンジャーが必要とか戦士が必要とか、レンジャーが必要なのにレンジャーがいないパーティーでやろうとしてもマジで難しくなるんで、まあなのでこういった情報というのはあらかじめしっかりと確認しておくのが大事です。冒頭にも言ったんですけども、いくら上級者であろうと、この情報というものが抜けている状態であればマジで立ち回りが最悪なことになって、であとは死にまくるだけなんで、いやこの情報がね結構大事。そんなもんやってたら覚えるでしょうぐらいに思ってるかもしんないけど、まあ確かに実装された初日とかはそれでもいいかもしんないけども、実装されてからしばらく経ったボスとかは攻略サイトとかを見ると、自分じゃ絶対に発見できないようなことがたくさん載っていたりもするので、やはりうまく戦いたいんだったらボスごとにそういうのをチェックするべき。上級者みんなそれやってます。まあなので立ち回り的に上級者に追いつこうと思ったら、それをしないと絶対に追いつくことはできないので、しっかりとボスのリサーチもう結構簡単に済むんで、それは怠らないようにしてください。というわけで情報でした。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回紹介したのは戦闘の基礎ということで紹介しました。何回も言うようですが、壁、後出し攻撃、情報、この3つ全部揃っていないと戦闘でうまく立ち回ることはできません。一つでも抜けていれば戦闘がグダグダになること間違いなしなんで、まあその辺ね、しっかりと自分の中でこの3つ練習してください。あとはしつこいようですが、ボスごとに立ち回りというのは違ってくるんで、その辺のリサーチとか。というわけで今回の動画ためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。